演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのファミマカフェキャラメルラテアイスを飲みたいと思います。どうやらラテを作った後にこのカラメルソースを中に入れるようですね。この前のココアやラテとはちょっと違うから、ちょっとそっちの方を期待したんですけど、まあいいか。では入れてきます。はい、入れてきました。でもこれだとただのカフェラテですよね。なのでここにこのソースを、なんか小学校のパンの日思い出すな、こういうのって。チューわ、キャラメルが甘苦い香りしてきました。で、さすがにこのままじゃキャラメルが偏っちゃいますよね。なので混ぜます。どれくらい混ぜたらいいのかな。あ、苦味の強い感じですね。ではそろそろ飲んでみます。カラメルの苦味は確かに感じられて美味しいのですが、ちょっと氷が多すぎて混ぜにくいのが残念ですね。アイスだとこうなので、ホットだともっと感じられたのかもしれませんが、ちょっと氷が邪魔なのでこちらの点数をさせていただきます。もうちょっとキャラメルを感じたかったですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞変やパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。